青コーナー総統塾長です。カレーヨーエチルー赤コーナーハルピミーセレントロシゲメリーシマトラトップ重視スクランブルの攻防にサブミッションを加えたプログレスフォークスタイルグラップリング暫定ウェルター級王座決定トーナメント準決勝第1試合です。5分2ラウンド、セラ・トモシゲ、こちらです。カルペディエム所属、柔術のテダレ、対して総道塾所属、香川陽一郎はレスリングの実力者です。2017年フリースタイルレスリング全日本選手権79kg級5位。さあグラップリングの戦い、ルールですが、テイクダウンですと2ポイント、リバーサルすると2ポイント、下の段階からスクランブルで返して立ち上がって正体すると1ポイント、それからバックグラブした方が2ポイント、引き込むと相手に2ポイント献上するというルールです。足を使ってきます香谷。さあ言ってみれば柔術家のトップ VS レスリングエリートの戦いに香谷さんなったわけなんですけれども、これ、ね、ここでも、はい、セラ選手としては、ね、まあ、でも前回の試合すごいタックルでテイクダウンも取ってたんで、大島宗介戦でしたね、はいはい、それが、レスラー相手にどこまで通用するのかっていうのがまず一つ見どころなんじゃないかなっていう、まあ、トップから攻め続ければどうかなという考えですね。ですね、逆にセラ選手がトップを取れるならもう結構簡単な勝負になるのかなっていう気も、はい、うん、まあ、3月のナンバーシリーズ21では大島宗介選手に判定で勝っていますが、消極的になってしまったと世良は理解しています。腕を捉えて回して、これ一つ投げの要領いきましたね。今のじゃあポイント入らない、ね、そうですね、これはポイントにはなりません。テイクダウンで取った方がまず2ポイントというルールがあります。で、今回からあれなんですね、オープンヒンガーもうしないことになったんです、ね、そうですね、今まではグローブを着用していました。まあ、これちょっと分かりづらいんですがね、これ背中が香谷選手です。手首に赤いテープを巻いているのが世良選手です。世良選手が押していきます。でもこの壁レスっていうのはまたレスリングとはまたちょっと違う部分なんで、はい、ね、まあ、世良選手はそこ、はい、ただ世良選手自身も柔術家なんで、はい、まあ、そこをどんだけ壁レスをやってるのかってのはちょっと分からない部分なんですけど、うん、そうですね、はい、まあ、そこ重視して随分やってきたっていうことですね。まあ、脳技の戦いというのは、まあ、本当にここのところ、まあ、世良は道技ありの戦いとともに充実させているというのは、はい、よく伝えられています。なかなか展開が生まれないですね、はい、そうですね、まあ、思い切りこうシングルレッグダブルレッグなんていう攻め考えあるかなと思いきや、そうですね、警戒している部分はありますよね。まあ、ここのところ柔術であったりグラップリングルールにはまっていると語っているのが香谷です。31歳、セラが33歳、うん、なかなか、でもこうなんか、はい、タックルが得意って書いてあったんですけど、結構その前なんか足技みたいなのを結構対応されるんですね、はい、これ面白いですよね、はい、まあ、ですから最近磨いているスキル、まあ、ここでどれだけ、まあ、あれで崩してそこにタックルっていうイメージなのかなと思うんですけどね、はい、ここ右を首回りこう絡め取るようにしていきました。こう勝負するね、そうですね、おお、なんとか上を取りたい、こうして今のはまだポイント、はい、まだですね、これスクランブルの中ですね、お互いまだ確固たるテイクダウンではないか、手上げるのか、あ、足アプローチ下からのセラです。残り1分、テイクダウンよりポイントありましたね、今、あ、飛び込んできた、なんそれ、さあ首回り、これ上から上四方の体勢となっているのがセラです。これチャンスじゃないですか、セラ選手は。セラに2ポイント、リバーサルなんですか、まあ、何のポイント、ね、リバーサルでしょうかね、今これちょっと得点が2対2ということです、今ちょっとこう場内のアナウンス、今聞こえづらくなっていて、お、でもここはセラ選手めっちゃチャンスだと思いますね、はい、ですし多分ここは時間を使うというよりか多分この残り時間かけて1本狙いに行くと思いますね、はい、残り45
45秒切りました。5の2ですもんね。お、右足使ってきましたが、腕十字の体勢、ガブル、そして後ろに回りました。足がバック、ここからバックグラブとなれば2ポイントが追加されます。入るんじゃないですか。いきますかね、どうでしょう。まだきっちりその形等は判断されていないようです。あと15秒です。5分2ラウンドマッチ、あ、入りましたね多分。で、できれば積極的に決めていきたいという世良智茂です。入りましたね、バックポジションに2ポイントが入りました。バックを取って2ポイントという裁定がありました。これで現在までで得点は4対2、セラがリードしています。やっぱりセラ選手がトップ取ったりこうポジション取るとどうしても加賀谷選手としては守り1ペイントになっちゃいますので、はい、ここ一つ差が見えましたね。ただやっぱその守りにこう入って1本取らせない固まる能力が高いですね。ただ目のポイントは加賀谷選手4ポイント、青田加賀谷選手2ポイントでございます。改めて4対2で瀬名智重リードと発表されています。この後最終第2ラウンドに突入いたします。後半一気に動きが出ました、そうですね、随分序盤は探り探りだったんですが、 そこから一気に火がつきましたね。テイクダウンで2ポイント、リバーサルで2ポイント、そしてスクランブルというのは下からひっくり返して立ち上がって離れて正対すると下のあった方が1ポイントということですね。でバックグラブが2ポイント、引き込むと相手に2ポイント献上です。1本決まればもちろんその時点で試合は終了いたします。でさっきのラウンドは加賀谷選手がテイクダウンで2ポイント、はい、セラ選手がリバーサルとバックグラブで2本ずつですね、はい。ちなみに王者はジョセフ・チェン選手、2024年までこれ再来日できないということで暫定王座決定のトーナメントなんですね。片足いい入り、そうですね、ナイス、これテイクダウンじゃないですか。上を取ってます、これテイクダウンですね、はい。レフェリーからはこれ手が上がってラバーガード狙ってますね、おそらく2ポイントセラ選手が取りましたね。セラ選手これで6対2です。ラバーガード使ってきます。ただもこれもパスしちゃってるんで、はい、そうですね、ここから次の体勢に早く移りたい。これもセラ選手大チャンスだね、そうですね、先ほどは腕十字までもう一歩、はい、というところまでありました。まだ4分弱あります。この体勢になった時の実力差は若干あるような感じがしますね、やっぱりそこはちょっとこう持ちはっていう印象ありますよね、しかし加賀谷選手はそのレスリングの力、トップから行けばという言葉あったんですが、ここは下になっています。そうですね、もうここはしっかり時間使って、セラ選手としてはやはり1本が欲しい。うわ、体強い。ひっくり返させません。肩固めの体勢、ここからあとは足の位置ですね。そうですね、まだ片足、いけそう、今抜けた、いけそう、だだ、この体勢、決まりました、ナイス、タップアウトです。瀬良智重、最後はそうですね、もうあの形になっちゃうと結構下がりましたね、2ラウンド肩固め。実際2ラウンドのテイクダウンが決まったときに半分勝負ありな感じでしたね、はい、2ラウンド1分50秒、さあ瀬良智重が一本勝ちを収めています。前回のルール、このルールで大島宗介戦、その思ったような戦いになかなか持ち込めなかったという反省点もあったわけですね。本人はでもこうレスラー相手に対してこうテイクダウン仕掛けてしっかりトップ取って、はい、トップから決めるって最高の形なんじゃないかなと思うんですけど、鎌谷選手の戦いっていうのはどうでしたか。は1ラウンドはすごい先にポイントを取って、ですごいファンタスティックなパスガードしたりとか、はい、なんか面白かったんですけど、やっぱりこう寝ちゃうと、自分が背中つけちゃうとこうまだこう瀬谷選手トップの柔術家とはやっぱ差があるのかなっていう気がしましたね。
まあ、ちなみにこの後は森戸慎二 VS 網藤優太がラインナップされています。その勝者と世良選手が10月1日に対戦いたします。10月1日がグラジエーターナンバーシリーズはこれ023ですね。次回大会です。まあ、表情ほとんど変わりません。無表情ですね。4月のグラジエーターカップは準優勝、僕なら1本取ったらもうちょい嬉しい顔しますけどね。いや、そうでしょうね。なんとなく目にも浮かびますが、まあ、先週末のタイでのアブダビコンバット東南アジアオープンを制覇しています。選手、まあ、タイで試合してたんですか。そうですね。すごいな。まあ、ちょっとこう試合のスパンっていうのは、まあ、選手によっていろいろあると思います。まあ、やっぱ MMA ではないスパンですね。そうですね。ノーギでは青木真也選手、岩本健太選手とドローもあります。世良ともしげ、これで決勝進出です。世良ともしげ選手、直接フォークスタイルグランプリーズ暫定メダル級王座決定トーナメント決勝進出決定でございます。どうぞご期待ください。